東日本旅客鉄道東京駅の駅長室駅長は鉄道駅における最高責任者、管理者である。国土交通省令である鉄道係員職制によれば、駅長は運輸長の命を受け、駅勤務を統括し、校内の秩序を保持し、その所属係員を監督する鉄道係員である。JR はもと鉄道省が直接運営していたため、 駅長をはじめとする鉄道員は今で言うところの公務員であった。大多数の現業職員は理員であり、主要駅の駅長は高等官であり、管理の処遇を受けた。戦前の駅長の社会的地位は高く、地方では警察署長、学校長と並び地元の名士として扱われた例も珍しくない。旧国鉄においては駅長室のある方からプラットフォームを一番線と。 名付けた。また、駅構内における運転取扱業務も本来は、駅長が行うが、大規模駅では、駅長一人での操作は、到底できないので、駅長に代わってこの業務を行うことを命ぜられた、駅員も、駅長と呼ばれる。また、ローカル線の駅で、業務を外部に委託している駅では、駅長に当たる人を、駅務長もしくは所長と呼ぶ場合もある。 このようなローカル線では近年の CTC の普及により全国的に無人駅が増加しているため複数の駅を一つの管区として一管区に一人の駅長が配置されるこの場合の職名は管理駅長と称される東京駅のように複数の JR や他の鉄道事業者にまたがっている場合はそれぞれの駅長がいるまた かつて JR 北海道の札幌駅の駅長と JR 東日本の東京駅の駅長は現場職では取締役となっていたが現在では JR 北海道の札幌駅長は非役員 JR 東日本の東京駅長は常務執行役員となっている。私鉄の場合も同じように通常全駅に駅長がいるわけではなく主要駅にのみ配置されていることが多い。この場合 複数の駅を一人の駅長が管理する。大手鉄道社局などは、さらに細かく、管区管内と称して、その管区の中での各駅の管理駅が決められているようなこともある。この場合の職名は、鉄道事業者により異なるが、管区長や、統括駅長と称している会社もある。フランス国鉄の場合、パリ首都圏にある駅舎の多くは19世紀末から20世紀末に、 建設され駅舎で駅長宿舎が併設された。駅長宿舎の広さは60から250平方メートルで建設当時、駅長は併設の宿舎に居住する習慣があった。駅長が併設の宿舎に居住する習慣は廃れたため、フランス国鉄では2012年から空きスペースとなった駅長宿舎をテレワークスペースとして再利用しており、このスペースを利用する管理職には インシデント発生時に、駅業務の手助けを行うことが義務付けられている。ありがとうございます。